はいどうも皆さんこんにちは、カンタです。今日は明日登場する可能性がかなり高くなっているプロスピ発売記念の自チーム確定ガチャを回す方はどこで回すべきなのか、どのような人が引いていいガチャなのかを解説していきたいと思います。最後まで見ていってもらえると嬉しいです。まず前置きとして、必ずしもプロスピ2021発売記念ガチャが来るとは限りません。ただ本日7日に例年来ていた七夕福袋が登場せず、2年前にプロスピ2019発売記念スカウトが来ている前例があることから、七夕福袋の代わりとして明日のガチャ更新で来る可能性は高いと思います。2019年の時の内容としては、250エナジーで回せる S ランク自チーム選手1人確定の10連ガチャとなっていました。そこで今回は回すべきおすすめの自チームを解説していきたいと思います。プロスピ発売記念のガチャ形式が違う形できた場合や、ガチャ自体を引かない方でも自チームミキサーなどで今現在どこがおすすめの球団なのか把握できたりするので、ぜひ最後までご覧になってください。では早速やっていきます。12位から紹介してもあまり意味がないので、6位以上の球団のみピックアップして紹介していきます。回すべき球団第6位としては DeNA となっています。主な目玉選手としては、デフォルト QEA の山崎選手、エスコバー選手、ミート A の佐野選手、宮崎選手、パワー A の外選手となっています。大当たりの選手こそいないですが、リーグオーダーに入りやすい選手が割といる印象です。目玉選手として挙げた選手は割と限界突破しやすい選手も多く、回しやすい球団の一つとなっています。続いて回すべき球団第5位はヤクルトとなっています。主な目玉選手としては、デフォルト請求スタミナ A 同値の小川選手、ミート A の青木選手、パワー A 称号でミート A も可能な山田選手、ミートパワー A 称号で同値も可能な村上選手となっています。6位の DeNA よりも目玉選手自体は少ないですが、大当たりの山田選手、村上選手がいるということで、おすすめの球団となっています。やはりミートパワー A やミートパワー同値はオーダーが揃ってきた方でも需要があるケースが多いので、価値が高くなってくるでしょう。続いて回すべき球団第4位は楽天となっています。主な目玉選手としては、オール A で全同値の田中選手、9位とスタミナが A に乗っている則本選手、ミート A の鈴木選手、茂木選手、パワー A の浅村選手、9位 A の松井選手となっています。田中選手、則本選手、ブセニッチ選手、松井選手などリアタイで使える選手も多数いるので、リーグ勢だけでなくリアタイ勢にとってもおすすめの球団となっています。目玉選手の質もいいので、狙いが多い方は楽天は回しやすい球団の一つとなっています。続いて回すべき球団第3位は西武となっています。主な目玉選手としては、デフォルトミート A の森選手、 QE A の平選手、増田選手、ギャレット選手、パワー A の中村選手、山川選手、全同値の栗山選手となっています。リアタイ面で見れば守備適性が A で超広角打法持ちの殿崎選手もかなりの当たりとなってくるでしょう。3位の理由としては、キャッチャーが確保できてない方が多い中で、しっかりとした能力がある森選手はかなりの価値があると思うので、森選手が5つその他の当たりも多い西武はリーグ勢にとってかなりのおすすめ球団となっています。続いて回すべき球団第2位はソフトバンクとなっています。主な目玉選手としては、デフォルト9位スタミナ A 同値の千賀選手、9位 A の東山選手、モイネロ選手、森選手、石川選手、パワー A の松田選手、デスパイネ選手、ミートパワー A で称号で同値も狙える柳田選手となっています。その他にも同値が狙えるグラシアル選手、貴重なキャッチャーの甲斐選手などがいるので、最もリーグオーダーに入りやすい選手がいる球団となっています。リアタイ面で見てもモイネロ選手や千賀選手、柳田選手などおすすめの選手は多くなっていますので、回しやすいおすすめ球団の一つとなっています。続いて回すべき球団第1位は巨人となっています。主な目玉選手としては、デフォルトミートパワー A 同値の坂本選手、 QEA の中川選手、オール A の菅野選手、パワー A の岡本選手、丸選手、ミートパワー同値の梶谷選手となっています。やはり確保するのが難しいショートを守れて、リーグで最強のミートパワー同値でミートパワー A 以上の坂本選手がいるだけで、かなり回す価値が出てくると思います。丸選手なんかも称号でミートパワー同値が可能だったりするので、巨人は大当たりの目玉選手も多い印象があります。ミートパワー同値の価値はとても高いので、デフォルト同値の梶谷選手がいるのも地味に大きいでしょう。限界突破がしやすい選手も多くなっていますので、回しやすい球団、回すべき球団の第1位となっています。回すべきおすすめ球団の解説は以上となります。続いてこのガチャが来た場合に引いていいのかに関してです。まず純正の方は引いていいと言えるでしょう。10連だけで自チームの選手を確保できるのはやはりでかいと思います。続いて純正以外の方に関しては、狙いの選手がいるのが大前提として、エナジーに余裕がある方のみ引いてもいいと思います。具体的な数値を出すと、セレクション第1弾を30連予定の方は2000エナジー、60連予定の方は2750エナジー、
90連予定の方は3500エナジー、次に引くガチャがアニバーサリーの方は1250エナジー、手元に残るなら引いてもいいと思います。ただ必須ではないので魅力に感じなければスルーで問題ないです。各自判断をしていきましょう。回していい基準の解説は以上となります。続いてイベントの途中経過です。7日3時現在の今のところ自然回復で進めている自分のイベント進捗状況としてはご覧のように90万ポイントとなっています。累計は105万ポイントなので余裕で自然回復で終わるペースと言えるでしょう。これでも結構自然回復分のスタミナは余らせてる方なので進みが早い方はもう少し進んでいると思います。進みの目安としたい方は参考にしてください。続いては自分のオーダー的に割と重要な称号チャレンジの方をやっていきたいと思います。まず1人目はこちら、ウィーラー選手をやっていきたいと思います。ウィーラー選手はすでに星4の称号がついてるんですけど、称号次第ではパワー A を狙える選手なのでなんとかパワー A を決めていきたいと思います。でまあ自分のオーダーのね現状としてパワー A が8人で今ギリギリなので、まあ、ここでね9人にしとくことによって今後ねオーダー補強しやすくなってくるので、まあ、ここ結構ね重要なので星3以上狙って5冊でいきたいと思います。ということでパワー A 決まってください。お願いします。よいしょ。いやこれ結構ね重要ですね。セレクションの引きとかでオーダー入る選手も結構変わってくるので、OK、まあ星3以上は確定ですが、バズーカーはどうだ、いったんじゃない。 OK 素晴らしい。ということで続いていきたいと思います。続いてはこちら、蝶野選手の称号チャレンジをやっていきたいと思います。蝶野選手の称号チャレンジももうね動画で何回もやってると思うんですけど、かれこれ5回目か6回目のチャレンジになると思います。結構ね蝶野選手の A ランク次から次へと当たっててね、まだ1枚あとあるんですけど、まあなんとかねラスト2回ということでやっていきたいと思います。まあ、現状強心臓ついてるんですけど、まあ同値になったらかなりねオーダーの幅が広がるので同値狙いでいきたいと思います。まあ、本は0冊でいきたいと思います。お願いします。さあミートパワー同値狙いのねチャレンジに関しては福留選手と合わせてね合計20連敗ぐらいはしてるので、そろそろ決まってほしい。圧倒的パワーはダメよね、確かダメよね、ダメよね。さあということで また決まりませんでした。本日の動画は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。ゴールド契約書が2枚ほどあるのでこちらの方を引いて今日の動画をお別れしたいと思います。まあ明日からねプロスピン2021の発売ということで、まあ出せる内容があれば動画の方でもね出していきたいと思っているのでぜひ楽しみに待っててください。まあ、ミルダムの方でね初日から配信もしようと思っているのでぜひ概要欄の方からフォローしてみに行ってください。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。